こんにちは、永田まつりです。今回も私の動画をご覧いただきありがとうございます。世界中のあらゆる旭日旗を探してはネットで誹謗中傷することを生業としている韓国ですが、今度はアメリカのフィギュアに対し妨害工作をして販売停止まで陥れたようです。それではニュースを見ていきましょう。それではニュースの詳細です。バンクやボビー人形で有名な米国の玩具会社マテルが旭日旗模様が入った玩具を販売するのを中断させた。バンクによると昨年11月にマテル社が旭日旗模様が描かれた WWE レスリングアクションフィギュアを発売する予定だという情報をあるネチズンから受けた。バンクは直ちにマテル社に書簡を送り抗議とともに是正してほしいと要請した。マテル社は昨年11月オンラインで、今月はオフラインでレスリング玩具を発売する計画だった。バンクは書簡で旭日旗模様を含む当該玩具は発売されたり販売されてはならない、フィギュアの服装に刻まれたこの文様はアジア人と国に好意的に見えないためとし、特にアジア人に旭日旗は米国人と欧州人に戦犯機として知られるハーケンクロイツと同じだと指摘した。そうしながら数年間バンク会員と韓国人がキャンペーンを通じて旭日旗が描かれた商品の販売を防いだ様々な成果を紹介した。またこれはマテル社が目指す目的のある遊びという企業精神にも反すると問題を提起した。この玩具を子供たちが持って遊ぶことになれば社会的に大きな衝撃を招きかねないと警告した。これに対しマテル社は公式声明を出していないが、当該玩具を注文した顧客に当該製品の出荷が取り消されたと告知した。他のバージョンの同一製品に代替されないとも明らかにした。最近バンクが再確認した結果、マテル社は旭日旗模様の代わりに虎の縞模様を着せたお玩具を発売することにした。それではネットの反応です。日本の戦犯機が有名になり、多くの人々が警戒感を持ってほしいです。バンクは本当にいい活動をする団体のようですね。これからも良い成果がたくさん出ることが期待されます。米国は軍人たちを尊敬しながら旭日旗を何気なく使おうとするのを見ると理解できない。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントいただけるととても嬉しいです。皆様の応援で頑張れます。チャンネル登録高評価お願いいたします。また次回の動画も見てくださいね。